色々な種類、色のサラササラサは、日本の文具メーカー、ゼブラが販売するゲルインクボールペンである。2000年に販売開始。2003年に発売した、サラサクリップは再生プラスチックの利用でのエコマーク、認定商品。以後は、こちらのラインナップを拡充するようになり、2000年モデルは、次第に規模が縮小されていく。2016年には、 サラサとしては初、同社のゲルインクボールペインとしても、ジェルビー以来となる1000円モデル、サラサグランドが発売された。2018年、プレフィールに代わるカスタマイズ筆記具として、サラサセレクトが発売。豊富なカラーリフィル数本を一つの本体に、セットできることを全面に打ち出した。2019年現在、同社が販売するゲルインクボールペンはすべて、 サラサブランドに統一されている。色い々ろいろな色のサラサクリップサラサは他社のゲルインク製品より多機能化したものが多く、サラサクリップのような可動式バインダークリップを有するゲルインクボールペンは2012年にパイロットジュースが発売されるまで他社にはなかった。0.5mm はカラーバリエーションが非常に豊富で特に2016年発売したヴィンテージカラーは 軸全体にも、インク色と同じ塗装が入るこだわりが見られる。同様の他社製品として、シグノ、ハイテック C、ジュースや、ボールサインなどがある。なお、シグノとハイテック C はラインナップを減らす傾向にある。ありがとうございます。